どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、またちょっと大好評やったんでちょっともう一回やってみたんですけど、またアレンジスティックを使って、もう簡単に可愛くおしゃれになるまとめ髪をやってみました。で、またちょっとお人形さんでやったんですけど、これゴム1本とあとこのアレンジスティック作っただけでこんなに動きがあるというか、おしゃれにできるポニーテールアレンジができました。本当になんかそんな難しい技術を使わなくて、もうこれを差し込んでくるりんぱの要領でやっていくだけなんですけど、結構本当にシンプルにできるアレンジかなと思いますので、ポニーテールよくやられる方で、ちょっと飽きてきた方、よかったらこのアレンジスティック使ってポイントでやってみてください。結構可愛くおしゃれに決まると思いますので、よろしくお願いします。それでは動画を始めていきます。じゃあまずブラシで全体的に溶かしていきます。で次に大体でいいので、どちらかのサイドの部分、このくらいですねの髪の毛をダッカールで留めておいて、残りの髪の毛をゴムでしっかりと結んでしまう。結ぶところはだいたい後頭部ぐらいで、まあお好みで全然大丈夫かなと思います。次にアレンジスティックを使っていきます。まあゴムの内側に差し込んで、さっき分けた表面の髪の毛ですね、サイドのをだいたいでいいので何等分かに分けます。でまず表面の部分から輪っかの部分に入れて、次にまたゴムの部分に内側にスティックを刺して、さっきの部分、サイドの部分ですねを半分に大体分けて、また輪っかの中に入れてこのまま抜いていきます。で、もう一回差し込んで、またサイドの部分ですねを持ってきて、また下に抜きます。サイドの部分を3回通した感じになってます。毛先がまだ下に出てる状態なので、これも今から中に入れ込んでいきます。で下の部分ももう一回差し込んで入れていきます。するとこれでゴムが隠れた状態になります。ゴムの部分を持ちながら下から少し3ミリ束ぐらいですね、ボリュームを出していきます。結構本当にランダムに出してもらったらいいかなと思うので、出しやすいところですね、なんか引っ張って出にくいところは出さないで、出しやすいところだけしっかり出すようにしてください。ちょっとこう横から見てボリューム感というかふんわり感が出てれば OK です。最後にお好みで固定で毛先を巻いていきます。表面の部分を強めに巻くように意識してやってください。はい、こんな感じで仕上がりました。アレンジスティック使って中に髪の毛入れて込むだけで結構編まれてるような感じでおしゃれに可愛く決まるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。